イテムゲット。よし、来た。はあ、出番だね。行きますよ。すごいのをお見舞いです。相手になるわ。もう少し待って。すっごいよ。チチンプイプイ、私の番だね。思いっきり行くよ。見せてあげるわ。行くわよ。まだ貯めるの。したい。やるぞ。それ。うん。行くぞ。湧いてきます。勝利。すっごいよ。とりゃ行くわよ。これでどう？覚悟して。わっ、手伝うよ。行きますよ。それ。行くぞ。
ラッキーね。敵だ！行くぞ！くらえ！出番だね。のはいいな。出番ですね。やあ、今相手になるわ。もう少し待って。いい感じ。とりゃ頑張る。逃がさないよ。今これでも味わいなさい。頑張ります。癒してあげました。頑張る。思いっきり行くよ。頑張るね。やあ、うん、いい感じだわ。これでどう。乗ってきました。それ頑張る。これでどう。いくよ。とりゃ危なかったね。レベルアップしたよ。ゲットです。ビラビラThank you.
先制攻撃よ。行くよ。やりましたよ。戦闘開始だ。これからの働きぶりも見てください。手に入れたぞ。行きまーす。グラグラ。アイテムやりましたよ。新しいアイテムを設定してください。調べてみよう。嘘ではありません。
丈夫？おお、やっとコアにたどり着いたな。これでこのエリアのナイトメアも倒せるようになるな。なるほど、このコアとやらを破壊すればナイトメアを倒せるのですね。何を考えているのかしら。きっと万人がいるはずだ。みんな気をつけて。出たな万人。あのメルヘンを倒せばいいのですね。ならばわらわにお任せください。かぐや、一人で突っ込むな。何があるかわからないんだぞ。そんなこと言ってまたわらわに何もさせない気なんでしょう。向こうからももう一匹出た。わらわも成果を上げるのです。これは誰にも譲りません。かぐやのやつめ、気づいておらぬ。かぐやちゃん、後ろ。後ろ。もう一体。かぐやちゃん。大丈夫か、かぐや。おつ、あなた、わらわをかばって。こんなの大したことないさ。それより君が無事ならよかった。おつーちゃん。おい、おつー、大丈夫か。大丈夫だって。おつ、おつい、いに、だだ、だ、いんじょう。心配してくれてありがとう、ジャック。僕は大丈夫だよ。どうして。動けなくなったら困るのはおつうでしょう。なのに、なんで。かぐや、君が何を恐れているのかそれはわからないけど、一緒に戦う仲間なんだ。助けるのは当たり前だよ。みんな、僕は大丈夫だ。一気に倒しきるぞ。よく言ったオツ。ならばさっさと片付けるぞ。そして早くオツーちゃんを手当てしましょう。グリリリリリリュー、嫌なやつ倒す。まったく世話が焼けるわね。わらわは、わらわは。かぐや、とにかく今は戦いに集中するんだ。そしてこれは貸しだからな。厄介そうな相手ですよ。任せろ。はあ、任せて。行くよ。全力で行くよ。調子がいいです。出番ですね。さっさと片付けますよ。相手になるわ。まだ貯めるわ。遊ぼう。とーりゃー、行くよ。これで終わりに。これでも味わいなさい。痛い。行くよ。
私の番で。もう少し待って。手当てするね。ひどいです。いくよ。とりゃやるぞ。ここからが本番だ。お仕事しますよ。癒してあげます。頑張る。手伝うよ。覚悟なさい。出番ね。見せてあげるわ。よし、来た。調子がいいです。行きますよ。それ私の番だね。しっかりして。あなたでは私にかなわないわ。これでも味わいなさい。来い。ここからが本番だ。頑張るね。ダメだ。任せろ。くらえ。相手になるわ。遊ぼう。手当てするね。頑張ります。やあ、うん、ひどいです。終わったか。行くよ。これでもう私たちを妨げる者はいない。そうだな。では貴様らコアを破壊するぞ。ほら、かぐやも一緒に破壊しよう。
ジェイルの悲鳴。そう、こうすることでナイトメアの不死性を奪うことができるの。コアさえ壊せばナイトメアのやつは丸裸も同然なのだぞ。ちょっと一息つかせてくれないか。ツーちゃん大丈夫？大丈夫だって。姫は心配性だな。どうしてなんですか？動けなくて使い物にならなくなったら、今度はお通が実験体になってしまうのに。なのにどうしてわらわをかばったりなんかしたんですか？よくわからないけどさ、黎明はもうこの世に存在しないよ。僕たちも黎明壊滅の最後にその場にいたけど、ほとんどの人が死んでしまってるんだ。あの後外もくまなく探したりした。でも生存者は皆無だったんだよ。だからかぐやの言う実験なんて心配しなくていいんだ。そうだったんですね。博士だけは行方不明だから、またどこかで新しい黎明が生まれるかもしれないけど、たとえ何があっても絶対にかぐやを実験とやらの犠牲にはさせないよ。そうだよ、かぐやちゃんにひどいことなんて私が許さないんだから。二人とも。でも黎明がそんなひどい実験とやらをかぐやにやろうとしていたの？よかったら詳しく聞かせてくれるかな？わかりました。シンデレラや三姉妹がいなくなった後、ある日わらわは偶然聞いてしまったんです。そろそろかぐや姫にもしっかり働いてもらわねばな。でもかぐや姫はなかなか部屋から出てきてくれません。もしも無理そうならば一旦里に帰すとしようか。いや、ずっと調べたかったストレスを与えての汚れの実験を行うのもいいな。そのデータが取れれば今後の発展に大いに役立つのは分かりますが。かぐや姫が協力的だといいのだがな。こっそり話を聞いてしまったわらわは怖くなってしまって、それで頑張り屋で働き者のキャラを作り上げたんだね。はい、そうすれば実験体にされることも里に返されることもないと思って。里に帰るのは嫌だったのか？それは、その、いや、やっぱり言わなくていい。そうだね、おつーちゃん。さっきも言ったけど、もう黎明はない。だから実験なんてもうないんだ。汚れの実験、だいぶ早い時期からしていたのね。私たちが知ったのは最近なのに。何か言った？グレー。何も言ってないわよ。そしてかぐや、ちょっと言いづらいけど、悲しいことにもしかしたらもう里もないかもしれない。だからそれももう心配しなくていいんだよ。そう、わらわは先走りすぎたんですね。そのせいでお通に怪我を負わせてしまって、本当にごめんなさい。いいんだよ、もう誤解だって分かったんだからさ。これで全部解決だね。かぐやちゃんはもう何に縛られることもないんだよ。だからこれからはいやいや探索をしなくてもいいんだよ。そうなんですね、やっと解放される。
でも、お通たちには世話になったし。その、なんだかんだわらわがいないと、二人とも困るんでしょ？かぐや。かぐやちゃん。いてくれないと非常に困る。かぐやちゃんの力がないとこの先とてもきついな。それなら仕方ないですね。一緒についていきましょう。その代わり、たまに愚痴を聞いてくれるのが条件ですよ。僕でよければいつだって聞くよ。私もいつでも呼んで。では、契約成立です。覚悟してくださいね。どうやら話はついたようだな。勇者ハーメルンご一行に1名追加ですって。おお、それは良い心がけである。その団体名、そろそろ定着しそうだからもうやめよう。